くて歩いて行こう。これが見ると色が違うのは、はい、これが逆になってるだけ。こう2つに割って、こっちが元、こっちが先っぽ。はい。うん、こっちが元の方で、はい、こっちが先っぽ。はい。で、こう太さがやっぱ元の方が太いんで、うん、太い方と細い方、先と元を合わせて同じ数、例えば10本10本取れば同じ太さに全体がなるということで、はい、最初はね、じゃあとりあえず10本10本これ取ってみてください、はい、じゃあ和子さんの一応正面を仮にここ、はい、正面としますね。ここがここは正面として、またもう大体揃えてやって、でね、1本この強そうな白い元の方でスーッと抜いて、このぐらい、はい、でそれで、他のやつをこう元からくるくるってこう巻いて、ぐるぐるぐるで最後こうこいつ自身で縛るような感じ。そしたらここから始まります。はい、これで、これをね、まあ、髪の毛と一緒でこう全体をこういうふうに鳴らしながら、こういう感じねじりながら、そうで左手でこう形を整えていくような感じ。そしてこう綺麗な円筒形、5ミリぐらいの、常にこれ出てますけど、ね、あ、それはいい、これもいいか、はい、それ大丈夫。こんな感じでくる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 とねじっていって、そのぐらいは出ててもいいです。はい、で20センチぐらい、ここから20センチぐらいやったら、はい、したらまだここはね、うんと引っ張ると抜けちゃうんで、はい、軽めに引っ張りながら、こう前のバックを越えて左下、はい、でこっちに持ち替えて、でこっち引っ張り上げて、でもう一回上からかぶせて、ちょっとギュッと引っ張りながらだね、ここ、はい、引っ張りながら上からかぶせ、でここで足りなければここでまたねじる、うん、で手前、うん、ここがもう仕上がりだから、はい、ここのねじれが綺麗にいくように、うんうん、そうそうそう、はい、はい、でくるくるくる、またこのねじりがね、あのコツというか、ここが綺麗、あ、ここら辺綺麗だね、うんうん、今度はね、これ1本目したら、今度は2本目、3本目、4本目移っていきます、うん、だからこれをこのままちょっと離してもらって、でこれ最初ちょっともったいないんだけど、ここでカットしちゃいます、うん、この3の上あたり、ここで切って、はい、でここでちょっと持っててください。で、でこれでまた10本。あ、はい、うん、10本10本。
かな。いいんじゃないですか。いいんじゃないですかね。諦めが早い感じなところです。感じなところ。そう。クライマックスを。クライマックスやりたい？どうやらせない。もうやらせない。そう、最後の最後で。いいとこだね。いいとこ。ノリ。そしたらもう話してもね、緩んでいかないんで。でこの状態でもう一回この音をして、はい、はい、取りました。バッチリバッチリ。で、裏を締めましょう。ボコボコですね。裏はいいんです。そうそう、とこれでちょっとまあこれは見ててもらっていいですか。あ、はい、もちろんもちろん、もうやっていいですか。やっていただいていいですか。もちろんです。これでちょっと押して、ここに隙間を開けといて、この時にね、三つ編みしとくとほどけていかないから、いろいろやりやすくて、これがサイドで緩んでないのを確認して、そしてこいつはで、これでもうほとんど止まってはいるんだけど、うん、まずほどこうとしない限り取れません。はい、うん、で、ここを押さえてギュッと引っ張ってもらえば完成です。ギュッと、ね、こっちの方向へ、はい、ギュッギュッ、 OK、 はい、いいです。それでこいつをこの中へ、で最後ここちょきんと切ってます。はい、いよいよです。うん、反発
床を傷つけないように、ね、気をつけて、はい、はい、はい、ああありがとうございました。あと、まあ、はい、裏もうちょっと綺麗にしますね。はい、あの飛び出たところだけ、はい、うん、仕上げはプロの方にお任せいたしますが、いろいろな段階を乗り越えてですね、座面を私が編みました。編みました。いや、大したもんですよ、本当。本当ですか、うん、素晴らしい。褒め上手でいらっしゃるのでね、うん、あとね、こういい香りがね、ふーんとそれがやる気出ちゃいましてね、なんかもう少しでおやつだよなんて言われちゃうと、もう手がどんどんこう、ね、進んで、いやー、これはお気に入りですわ、うん。木の部分がね、また、うん、これ味ありますよね。味わい深いです、うん、これこそ世界に一つだけの椅子ですから。ねえ、ここはちょっと愛嬌だな。このまま置いときましょう。はい、うん、ちょっと隠しようがない、うん、全然味です、味です、うんうん、非売品です。これはもう私何があってもこれは持って逃げます。しましょう。そうしましょう。これ数え切れないくらいこの作業をされてるでしょう。まあね、それはやってるよ。数え切れないね。ちょっとね、乾燥をさせてとかね。うん、大事なことはあるようなのですが、今日裏とはいえね、ちょっと見栄えよく、ありがとうございます、感じでだいぶ収まりました、ね、収まりが混乱になってどうぞ自分でやってみます。もうちょっとこう詰める、え、いい、やっちゃっていい、もう、はい、もうもう満足しちゃって。正直ね、できんのかなって思ってたけど。うん。ね、形になると嬉しいよね。嬉しいですね。できました。ありがとうございます。相当嬉しいです。優等生です、はい、座ってみましょうか、はい、じゃちょっと、どうでしょう、正規の一瞬。じゃちょっと失礼します。いいですね。あ、ちょうどいい、この高さといい、あ、いいですよ、かっくん、はい、ちょっとかっくんもさ、座ってみてよ、終わる、うん、あ、かわいいですね、できた。あ、これ座ってギター弾くのよ、下げ、言ってんの、上げないからね。あ、そうだ、じゃあそんな動画も撮ろうかね、今度、はい、どうもありがとう、はい、いやー、皆様もこんなね、椅子とか、まあでも椅子が多いですよね、今きっとオーダーは、うん、ね、うん、うん、そう、椅子ほとんど、あと一輪挿しというか、あの温かみのあるね、こうお花さす
やつもあの、うん、ネギハウスでご覧になれると思いますけれどもね、うんはい、あれも一応ね買えます。もしねあの木ですとかこういうものですとかね触れてみたいななんていう方は長野県ここは大町市のキラ工房さん、キラくん、キラく、うん、キラク工房さん、はい、あのラクフェスに参加という形になりましたの で,、はい、なりましたのでチェックしてみてください、はい、本当にどうもありがとうございました、ありがとうございました、ありがとうございました。さあおやつだ何よりこれ待ってた。はい、くん、はい、動画です動画です、はい、いただきます。いただいております。うん、うんうんうん、あこのなんていうの素材の感じ、うん、本物の感じ、うん、焼きたてだし周りサクサク中ふわふわ、うん、本当だ、うん、うん、いい香りなの。いやおいしいね。うん、よかったね。今旬のあんず、あ、この前作ったの。あんずですって。よろしいですか？お先にあんずを、あ、どうぞどうぞ。おねぎ？うん。ありがとうね。あんずのジャムをですね、うん、うーん、あーおいしい、あ、おいしいジャムですね、うん、なんかさ、こうでもあんまり言えないね。何を？これがとにかくいいという話しかできないね、うん、なんかね、そこら辺に転がってる人工的なやつは本物じゃないよって思ってしまう、うん、否定してるわけではございませんねこれはうわ、これはねブルーベリーです。大町のブルーベリー、大町のブルーベリーのジャムも、これは必ずご予約をいただかないと買えないですからね。そうです ね、はい、何日前までとかあるんですか予約は？前日の夜7時まで大丈夫なんですけど、あ、早い分にはいくら早くてもいいので。そうですよね、あの、うん、前日だともしそこの時間入れないといけない、うん、そうですよね、うん、あの当日でも、うん、あのお聞きできるんですけど。なるほど、まあ、安全なのは、うんうん、前日の夜7時より前には早い分にはあのいくらでもありがたいそうなんで、はい、予約を入れて各また参りましょう、うん、ね。いや、映像さん今日ありがとうございました。あ、本当にね、いや私これがね待っていると思うと、うん、手も早くなりました、うん、ね、椅子もできて人参ぶら下げて人参ぶら下げて優作分ができました。ありがとうございます。本当にこれができました。あ、はい、おー、いい日でした。ありがとうございました。最高でした。最高でした。お父さん最高。
ともっと膨らむぞ。胸いっぱいに夢いっぱいにポンポンポポポン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 ポポポン。私の小さな胸破裂しちゃう。